じゃあ今度は両側のレバーを下げてみよう。やった、チェストプレートだ。はい、こんにちは、まやちゃんねる前原です。で今日はこちらですね、うん、レゴマインクラフトのザ・ジャングルテンプルです。はい、レゴマインクラフト2017年新シリーズの何番目だっけ、5回目かな。そうだね、それぐらいですね。前回はライブ配信でキノコの家やりましたね。キノコの島だ、はい、やりましたね、うん。今回はジャングルの寺院だって、ザ・ジャングルテンプルってやつですね。はい、はい、じゃあ早速開けて作っていきましょう。うん、はい、ということで完成しました。こちらがジャングルの寺院ですね、はい、こんな見た目になってます、うん。ここに大きめの木があって、こちらがまあ寺院、お寺さんだね、うん。まあ、あんまりお寺さんって感じはしないんだけど、はい、うん、まあ、遺跡だねこれね、うん。ここにスケルトンが2体いるね。あ、そうそう、2体います。で、弓をそれぞれに装備してますね、うん。お、これはこれは多分山猫じゃないかな。初登場、これは初登場の前に出たね、うん、前出てた。で、こちらにスティーブがいますけれども、スティーブはこれは革装備？そう、革のヘルメットとチェストプレートとレギンスを装備してます。で、これ多分ね、石の剣じゃないかな、鉄かな。鉄だね。鉄かな。あ、これ石だ。微妙なところだよね、うん。で、こちらが山猫ですね。はい、山猫は前も何かのセットに入ってたかと思います。はい、まあ、スケルトンはいつも通りですね。はい、うん、これがあと1体ついてます。そうだね。こことここに松明が1本ずつあります、はい。で、この寺院なんですけど、最近のレゴマインクラフトとおなじみなんですが、うん、もちろん取れます。レゴバコーンと取れますね。取れた、はい、取れました。はい、でですね、ここにちょっとした仕掛けがありますね。これ棒が出っ張ってるでしょ、うん。これ後ろから押すとぽよっと飛び出すんだ、うん。あ、すごいダサいね、これは。これちょっとね、ちゃんと飛ばないからね、うん。そしてここに何やらレバーがあるでしょ、うん。これですね、実は隠し扉があるんですね。隠し扉、この現状だとこれ何も動かないんだけど、レバーを下に全部下げてもらえますか。はい、ピッピッピッ、ゴボボ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 ボ。え、あ、そうするとなんとチェストが出てくるんですね。ここ開くようになってます。はあ、お、ダイヤ入ってる。ダイヤ入ってますね。ダイヤ、エメラルド、骨が入ってます。骨が入ってますね。こんな感じでございます、はい。これ面白い仕掛けだね、これね、うん。レバーを下げないと動かない、全く、うん。そう、上げちゃうと全く動かない。一つだね。面白いよね、これね、うん。初めてのこのギミック。パーツはですね、いつも通りこんな感じで簡単に外れますので、いくらでも付け替えはできますね。ドガー。ただこの上も一緒だね、簡単に入れます。ふう、ずいぶん歩いてきたな。おや、あんなところにお寺があるぞ。でもスケルトンもいるな。あ、あっち向いてる。今のうちに中に入ろう。あ、気づかれたか。しょうがない、戦うか。やった。では今度こそ中に入るぞ。中はこんな風になってるのか。このレバーはなんか怪しいな。とりあえず真ん中を下ろしてみよう。何も起こらないな。じゃあ今度は両側のレバーを下げてみよう。やった、チェストプレートだ。どれどれ、中を開けてみよう。うわ、スケートーン。ああ、はい、ということで今回はレゴマインクラフトのザ・ジャングルテンプルでした。はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価お願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、ちょっとチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。